食いごって知ってます？生食いごって。あ、赤く。みんなに果てなマークが出てます。山川町に来ています。ご覧ください。やばい。甲津山。地元の方にはお甲津さんと呼ばれて親しまれています。別名阿波富士だそうです。今日はお甲津さんの麓にあるお宿にお邪魔したいと思います。やってきました。いやあの赤い橋も印象的で、何よりこの緑ですよね。文字通り自然に囲まれています。あいやありましたありました、冬後温泉、隠れ家的な雰囲気がありますね。行ってみましょう。いやー広々としたロビーですね。あ、いらっしゃいませ。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここ冬温泉という名前、どういった温泉になるんですかね。昭和43年に閉山になった鉱山がございます。で、鉱山跡の水、湧き水を引っ張ってきて湯船に入れてるんですけどね、まあ、よく温まるってことでお客様からひいきにはしていただいてるんです。鉱山が盛んな頃にここに冬小屋ってのがあったそうなんですよね。でそれで、まあ、こういう温泉施設ができるときに、まあ、冬小と名付けたと。甲津山は県内最大級の鉱山で、かつて山川町は鉱山の町として栄えていたそうです。冬小温泉の近くにあるこの冬小橋は鉱山労働者の通勤用のために架けられた橋なんだそうですよ。ちなみに吊り橋の両岸には巨大な結晶片岩があり、国の天然記念物にも指定されているほど貴重なものです。山川町の歴史についていろいろと学んだところで、いよいよ客室へ。なんかお部屋自体も温かみのあるいい雰囲気で綺麗です。なんか落ち着きますね。そしてこっちも畳の和室ですね。いや木のぬくもりがあってとってもいいお部屋。さあ窓からの景色はどうでしょうか。見てみましょう。おー、いや緑がいっぱいですね。この空気吸いながらのお部屋最高ですね。なんか落ち着く雰囲気すぎて、なんか実家にいるみたいですね。あその他にも四季折々の渓谷美が楽しめる和室など全6室が用意されています。そして気になるのが宿の名前にもなっている自慢のお風呂。いやどんなお湯か楽しみですね。おー、開放感、いやー気持ちよさそうです。いや見てください、外の景色がバッチリ見えますよ。これ見ながらの入浴は最高でしょうね。いやお湯の温度もちょうどいいですね。じっくり入ってしっかり汗かけそうなぐらいいい温度です。ここから橋を下から見上げる感じになるんですね。青空に映える橋も綺麗ですし、何よりやっぱりこの新緑というか緑に囲まれてのこのお湯、いやー最高ですね。大浴場には打たせ湯もあって疲れた体を癒してくれます。さらにサウナもありますよ。入ってみましょう。おー、いい感じ、レンガ作りっぽい感じですね。いやいい感じの雰囲気、僕サウナ好きなんですよね。気持ちいい、汗が絞り出そうですね。最高。サウナで汗をかいた後は開放感ある屋外休憩室で自然を感じながら体を整えられます。
ゆったりと湯船に浸かり心まで癒すことができました。いやー、風呂の後のマッサージも醍醐味ですね。お風呂でくつろいだ後はお待ちかねの食事、地元の食材をふんだんに使った豪華な懐石膳でもてなしてくれます。この自然をバックに川のせせらぎを聞きながらこの豪華な懐石がいただけるなんて贅沢ですね。この一番目に入ってくるお刺身、お作りからいただきたいと思います。タイですかね、いただきます。うん、歯ごたえがあって美味しい。うん、タイの香りって幸せになりません？渓谷の間でこんな海の幸も食べれるなんていいですよね。美味しい。もう一つ気になるのがこちらね、焼き物があるんですね。うん、肉厚ですよ。あー、なんか油が照ってて美味しそうです。ブリですかね。いただきます。うん、脂乗ってます。いや、なんか上品な味ですね。うん、このね、かまぼことかイカとかちょっとこう郷土料理っぽさがあるんですかね。これはね、ウドですかね。いや、山菜もあるなんてですね、ここならでは。抹茶塩でいただきます。うん、うん、このウドの香りがいいですね。うん、うん、ほのかな苦みがあって爽やかな香りで美味しいです。じゃあ一番気になりますよね、こちら陶板焼き、開けてみます。おー、グツグツなってます。いや、いい香りが上ってきてます。タレですかね、タレにつけていただきます。うん、うん、間違いない。鶏肉の油とこのタレの甘みが合わさってとっても美味しいです。タレもね、こうスパイシーな感じで、うん、美味しい。なんかこうお肉が一つあるだけでここはパッとね、こう贅沢さが増しますよね。こんなね、お肉も魚も天ぷらもこれだけバラエティ富んでも豪華で食べ応えありますよ、これは。うん、さらにもう少し贅沢したい人にはプラス1100円でお寿司と豪華な小鉢がつく懐石膳もありますよ。いやー、満喫しました。あとはね、お風呂だけのお客さんもいらっしゃいますけどね、自然豊かなところでございますし、車で30分走っても十分来られる距離でございますのでね、冬後温泉をご利用いただければありがたいかなと思います。いや、冬後の風に癒されましたね。風が